藤村がバカだ。先生が先生が失敗だったからね。僕本当に心配になりますもん。何が？あの名前忘れちゃうとき。自分の？違うね。心配だってそこでしょだって。いやいやいや。でもめっちゃ顔合わしてんのに忘れる瞬間ありますよ。ありますあります。あるでしょ。ありますよ。だからしばらく会わなかったら忘れとかありますよ。そういう時どうします？名前呼ばない。おいとか。おいとか。ねえとか。ねえとか。あのさとか。そうそうそう。僕もあります。どうでしょう。誰にも聞けないじゃん。ここの背中を向いてるんだから普通だったら名前で呼べば、うんうん、お互いしいとか呼べばいいのに。でしょ。あのさって声が回り込むように話すっていうことがありますよ、ね。うん。最近富に広いですもん。どうでしょう。うん、広い広い。だってもう本当にもう大変ですよ。本当にもう物がなくなってきますから。今にわかりますよ、うん、自分がどっかに置いてるはずなんですけど、うん、自分がどっかに置いたっていう記憶はないわけですよ。さその話先生しましたよね。しました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 でしょ。皆さんもご存知です。聞かれましたでしょ。聞かれましたでしょ。今それ自覚してました。してました。当たり前じゃないですか。あ、そうですか。当たり前ですよ。それならよかった。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。藤村でございます。嬉しいです。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ぜひお願いします。高評価お願いします。あと動画もたくさんなるべく再生してください。コメントもどうぞ。コメントを書かないと僕ら、はい、YouTuber やめちゃいますよ。